じゃあやっていこうか。じゃあやっていこう。スパロボアルファ実況パート25かな。25かな。23ですね。パート23です。やっていきますと、まあ、新しいです。いや、やらなくちゃいけないこととかがあると、別のことからやりたくなる。そういう心境で今、スパロボをやっています。やっています。これ終わったら部屋の片付けするから。これが終わったら、もう深夜だけど、これが終わったらこれが終わったら部屋の片付けするから。それだけやろうと思い続けて1日経ってしまった。ろくでもねえな。人間的にろくでもない。いたしがたなし。ガンブラスター、ガンブラスター育てていく。これは頭おかしいかな。ビームバズが10発打ってるからな。いや、頭おかしくない、おかしくない。割りかしありだと思う。ただまあ、一つ言えるのはガンブラスターも落ちる可能性があるってことだな。そしてパイロットで見たいけど、このガンブラスターのパイロットの純子ってのはどうなんだ。集中、必中、ひらめき、期待。いやー、使いたくはないな。エースに乗ってほしい。バニング。キース。誰が乗るのがいいんでしょうな。気合持ちは非常にいいと思うんだけど、これだな。コニーだな。狙撃と幸運がある。こういうやつに乗ってもらおう。必中撃で激励持ちもな、ちょっと違うなって気がするもんな。オリファ1,2,3,4,5,6 人だっけ。6人だっけ。じゃあ、ガンブラスターにはパイロットの世界、コニーだな。コニーをガンブラスターに乗せます。ガンイージには純子に乗ってもらいましょう。期待持ちはまあ悪くない。マーベットさんも、実際マーベットさんでどうなの。これも幸運と必中があるんだよな。23レベルで160と162。コニーのどっちがいいんだかな。160と162。明らかにコニーの方が性能的には劣るな。反応177。こう見るとマーベットの方がいいな。205192。205192。回避はコニーの方が上か。ただ射撃はマーベットの方が上。ひらめきと必中があって幸運と鉄壁がある。根性、ひらめき、狙撃。当てる系のものが何もないな。マーベットにガンイージン乗せるぐらいだったら、そうだな。今の俺は間違えた。マーベットさんにガンブラスターに乗ってもらおう。これが最適解だった。で、コニーにガンイージンと。ちなみに、オデロはどうなんだ?オデロは、ど根性しか今のところ見えないし、格闘の方が強いか。ちょっと使いにくそうだな。よし、まあ、こんな感じでいきますか。こんな感じでいきますかね。ほい。今回最初の最初の画面を4分で突破した。迷わなかった。ガンイージを育てればいい。ちゅうか、あの事件から随分と時間が経ったような気がする。嘘だ、何をしてるんだろう。嘘、どうしたの。あ、アザシさん、僕は宇宙が初めてなので、地球を眺めようと思って。そうか、カザレリアの子たちは全員アースノイドだ。アースノイドって言いにくいな。足が地につかない。無重力だからね。そろそろブリーフィングルームが始まるぞ。ここのところにね、何なんかなっていう、よくわからんだろうけど、ここのところに取っ手みたいなのがついてて、シューッとこう、宇宙空間はね、無重力だからね。これがこうな、取っ手みたいなやつがこう、スライドしていくんですね。多分。これがリーンフォースジュニアの館内かどうかは知らんけど、ね、
この宇宙空間初めての人たちをさ、いきなり、まあそうだ、初心者連中の、よくとも確保しちゃうけど。モンシアすげえよな。地上だけじゃねえっていう。では、ウラキは、ウラキとキースはお前に任せる。よくでさ、確保しろよ、ウラキース。ここなんかあの口答えしないんだな。ウッソはあたいたちが優しく教えてあげるからね。はは、どうも。外れすぎる。そんな、どうしてですか、タイ。今のガンダム試作1号機は陸戦仕様だ。ニナさんから宇宙では性能が低下してしまうと聞いている。ガンダム1号機は機体の調整次第で宇宙でも使えるはずだ。使えねえんだよ。ボロボロにされるぞ。この数値じゃダメだ。各バーニアの噴射時間を増やすしか方法はないのか。あれ、こんな感じだったっけ、裏切って。な、うん、だからその、どうしても出なくちゃいけない理由がないよね、これじゃね。これじゃ裏切がバカみたいじゃん。原作ではちゃんとね、たとえ機体が10ミリ以下でも、僕はこの機体で戦いたいんだ。ガンダムに強いこだわりがな。水力がノーマルに上がるまではもっと優しく、こうでしょ。ああ、覚えておくよ。じゃあこっちの手はこうだ。君たち、あのさ、そうだよな、ウラキもまだ宇宙での戦闘経験ないもんな。ひよっこばっかりだわ。聞いてくれ、ニーナ。この状況下で、みんなが戦力外と思っているこのガンダム1号機で僕が戦果を上げたら、あのモンシャ中尉も僕がガンダム1号機のトップパイロットだと認めてくれるかもしれない。ああ。もう、ガンイージとか言うんだからさ。ガンイージ乗ればいいじゃん、モンシャ。あ、モンシャ、ガンイージ乗せばよかったな。そうだな。正式名称、RX78GP01FB ガンダム試作1号機フルバーニアンです。あれ、フルバーニアンだっけ。ちょっと今文章ちゃんと読んでなかった。まだフルバーニアンじゃないんじゃないか。ゼフィランサスでは。ニーナ、ニーナは僕をパイロット1号機のパイロットと認めてくれてるんじゃなかったのか。ああ、それでも意地になって出ていく方なんですね。ガンダムに強いこだわりに来。おお、ジン・ジャハナムの尽力で、ロンドメリア、波乱財閥と関係がうまくいったおかげだ。ジン・ジャハナム。リーダーの名前がジン・ジャハナム。魔物かなんかを意味する言葉。偽名。うん、トップの人間が誰だか分からなくすると。ハンゲルグという男。その話本当ですか。何が。僕の父と同じ名前なんです。ハンゲルグという名前しか知らない。ニューング伯爵。ジンジャハナムさんってのはいないんだろう。ウッソはやっぱ父親に会いたいんかね。あの V ガンしっかり見てねえからわからんのだが、そしてそんなに父親に会いたいものなんだろうか。実際俺はね、この片親というかさ、親なしの子供じゃないからさ、わかんないけどさ、その気持ちはわからんけど、やっぱり本当の両親に会ってみたいと思ったりするもんだから。これだけお姉さんたちに囲まれているのに、うっそ。オリバーもおるけど、あとじいさんたちもいるけどな。母さんやるかもしれない。うっそ、どうした。あ、そう、シャクティもいるわ。僕の、そうだ、シャクティのお母さんのことはまだ何も分かってないんだ。
僕だけ喜ぶ、なんて賢いガキなんでしょう、なんて賢いガキなんでしょう。さすがニュータイプだぜ。シャクティってニュータイプっていう認識でいいんかな。嘘、なんですか。もう一度訓練の模擬戦もやるぞ。どうしてですか、僕の訓練はさっき終わりましたけど。いいから模擬筋に乗れ。もしじゃ中で嘘に撃墜されたんですよ。高性能の MS ナビシステムがついていた。キース余計なこと言いやがって、てめえも来い。どっちで熟練度が溜まるとかあるんだろうな。でもこの流れで出ないわけにはいかない。出ます。たとえ熟練度が下がったとしても出ないわけにはいかない。ガンダム星の海、いいっすねタイトルが。このスパロボ実況のパートなんぼですって言ってるのと話数が実は噛み合ってないんだよな。一つ分だけどっかで合わせたいんだけど。ピーピーはめくんじゃねえよ。ここだったら確実にリンコースが通るから安心しろい。多分ね。ミノフスキー粒子がまかれたということは24か。あの機体は前に見たことがある。もしかしてあれが EOT を使った機体か。あれを捕獲すればどこの組織相手でも取引がしやすくなるかもしれないね。よしお前たち、あの EOT 機を集中的に狙いな。ガキの思いなんてしてる余裕がねえんだよ。その代わり他の連中を早く連れてくるんだ。注意とアザラシが。はい、俺は目の前でお前らが撃墜されるざまなんて見たくねえんだ。注意、音もします。何？2分か、2ターンってことか。難しいな正直。誰一人として改造してない。この状況下で耐えられるとは思えないんだが。そして落とされたらその機体を使わない縛りは継続中だから、今のところ落ちてないけど、こういうところで地味に落とされそうで怖いな。ゲルググ、そしてザクドーム。ててどうすっかな。なんとかこの暗証中域で戦っておきたい。40%、結構当たるな。はっ、耐えきちゃった。精神コマンド出したかったね。はっ、射程範囲が短い。まあ、死んでいいのはモンシアぐらいだもんだな。周囲には犠牲になってもらおう。犠牲のための犠牲になってもらおう。犠牲になったのだ。12%が当たる世界だからな、この世界は。ゲルググが3体。ここは、ああ、来ますね。48%。当たんないと思いたい。まあ、ヨシンバ当たったとしても、死ぬことはなかろう。うおー、かっこいい。宇宙空間なのになんか地面に立ってる風な演出がちょっと苦手だな。調理者などいない。かっこいい。ちょ、このジムカスタムって色はあれだけどかっこいいよな。通好みの機体だ。ちょっとザクの動向が気になるところだな。モンシア落とされる可能性がある。
15%いけるね、いけるね。モンシア無双、すごいカメラ演出だな。煽るったらないもん。当たれば死ぬか。いや当たっ、うん、分からんな。俺にやらせろ。いいっすね。レベルも上がっている。嘘を狙ってくるだと。ハンドグレネード、まあいいや、これは別に結果は見えてるようなもので。なんか嘘を狙われるな。リーホース無駄口が多すぎるんだよお前は。来た、リーホースジュニアだ、ね、結構早く来るな。もうちょっと、もうちょっと待ってほしかったな。発揮か、発揮か。精神コマンドが見えねえな。ここら辺はもういらないでしょ。バニングはいらんとしたら、コニーには何があった？幸運か。こうかな。よし、損失撃。ねえ、ゼータがそのところに。よく見てなかった。30秒後。了解です。気合があった気がするな。いや、でも使わないか。これは使えないな。まあこんなもんだな。カミーユにそこまでは負担は。カミーユ中心に戦っていく。激励持ちが、激励持ちを中心に陣形を組みたい。こいつだな。どこ？どれ？ん？ん？これか。シールドクリティカル。激励持ちを中心に組むから後ろは順化は期待か。期待の人は別にそんなに期待する位置にいなくていいや。ここが期待か？ここが激励か？あ、ないな。あれ？他に誰か激励持った気がするんだけど。気合か。ん？ヘレンが激励か。この二人か。じゃあ、こう組んで。あー、倒しちゃった。しない。ここの二人の間になんとかいい感じにユニットを這わせて。メタスはいらんか。ウッソにはいい位置で戦ってほしい。
といで、出す意味なかったな、こいつは。こいつは出す意味なかったな。こいつはここでいい。んーで、ケイト、ここを。ここに一人欲しいな。でこれを打たせると 45%。 まあ死なんでしょう。当たらんでしょう。当たっても死なんでしょう。よし、あっ、んんん、下手したらマート、下手したらマートだな。したらまあと、俺だって、俺だって いいですね。キースを射撃のエキスパートにしてあげたい。0083好きの自分としてはキースをエキスパートにして、ほいで、まあ、あの遠くから敵をバンバン撃って、そういう楽しみをしたい。もうこれ以上こっちからは何も出せれないんだが、ベスパか。うん、クロノクルがマスクをしてないな。こちらはベスパのクロノクルアシャー注意だ。これよりそちらを援護する。でも5体操の肩書きの割には戦果を上げてないって話したね。中佐。ほう、宇宙の虎。ゴッドワールドハインも一緒とはね。じゃあザコはあんたたちに任せるよ。せいぜい手柄を立てな。強いキャラ風がす。強いキャラオーラが強い。フォトンライフル使ってみるか。てん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 。ちょっと防御反撃の効果をいまいち覚えてない。ビームだから当たっても死ぬなよ。グラビティウォールみたいなのがあったっしょ。あれはどうなった。ここで逃げるわけにはいかないから。倒せはするか。倒せすらしない。主人公ちょっと使ってなさすぎたか。いやー、無理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 。当たったらもう試合終了だぞ。 8% 8% でで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 8%。 さあ来るぞ来るぞ。当たったら終わりだぞ。当たったら、うう、危ねえ。よかった、外れてくれた。外れてくれた。危ねえ橋渡ってますな。主人公機が一番脆いという危ない橋。これで全然援軍が来ないっていうのは辛いな。お、え、誰、ユカ、ユカ、それにフラニーとミリエラも。主役隊全員集合。主役隊ってそんなにいるんだ。ルーじゃん。あんたはテストパイロットだからね。自信がないんだらリンホースに逃げ込んでもいいんだよ。私たちはちゃんと守ってやるよ。お前ルーをバカにしてるな。
ルール化をバカにしてるな。陣形を組む。ルーに幸運あるからな、使いたくなるんだよな。ダブルゼータの、ダブルゼータのコアファイターに乗ってやがる。激励。あれ、激励の効果がよく分かんなくなってる。激励は隣接するパイロットの気力を10上げるだよな。合ってる合ってる合ってる。と激励、15になってて、で機体で50回復すればもう一回撃てる。いやー、戦い方が大味になってきたな。信頼、精神検索、信頼を持ってるやつ一番いらない。マヘリア役に立つ。まあいいでしょう。ゲルググ・イエーガーってのは修理費は4000、高いな、わりかし高い。当たる確率を捨てきれないって感じですね。集中いるか。ウェイブライダーモードどうが良かったか。よし、これでウェイブライダーだっけ、ウェイブラスターだっけ、わかんねえわ。強いよね、ゴメス艦長強いよね。これで突っ込もう。これであの、これであのシーマを突っ込もう。ビームラム、撃つっていうか撃つっていうか、強い、クリティカルが出てるってところはあるけどね。よし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 、このまま行くぞ。このヘッドを使う気も全然ない、全然使う気のないリンフォースジュニアだが使っていく。82%、まあ当たるだろうけどね。まあ当たるな。ドームの修理費は安い。ゲルググイエーガーに幸運使った方がいいんか。チャクラムシューターで行く。倒しちゃうな、倒しちゃうですね。ハロに幸運があるから、こいつの77%、集中持ちなら絶対に当たる。当たんない。
さてどうしたもんかな。嘘って。あ、格闘度が若干高いな。うん、まあいいでしょう。タワ、タワ。二回使いたい。遅いな、Vガンダムが。異常に遅い。倒せるでしょう。いや、気力141まで来てるから相当ダメージを与えられると思いたいところだが、よしよし、あ、強っ。ああ、何やってんだ今俺は。もしかしたら倒せるなこれ。まあいいや、ファー使っていこう。あ、ここに謎の空間があったな。よくねえよ。ディフェンスしよくないんだ。ひたすらビクトリーの曲がかかっている。当たるかこれ。あ、当たるんだ。誰に当たる？やってみるか。ミリエラ。これはガンブラスターなんだな。まずいな。おほほほ。届かん。いや、いいパラメーターしてますね。こっちの一発でギリギリ瀕死になるかならないかっていう敵の調整がいい感じ。あ、これも守備高いわ。ぜひとも幸運かけでどんどん戦っていきたい。データは、さあ戦ってみましょう。ビーム内戦ショットクロー。ジオンの系列とは違う機体だ。この子供もまだ子供ではないか。一体どういう部隊だろうな。なぜゼータが子供が乗っていると分かったんだ。もらった。あえてわざわざ近づけないと撃てないビーム砲があるのに、こっちはこんな遠距離から撃って減衰しないんだもんな。まあ、ワイヤー式の内戦でやるのはなんか理由あんのかな。その他にね、チームビームの減衰を考えてるのかなと思って。なんだろう、ゼータ強い。一撃だと。いやー、そういうつもりじゃなかった。まあ、6000円が水の泡に。あー、2000円が水の泡に。フラニーに落とさせたくないんですけど。
これもしかしてビームライフで落ちる？落ちるわ。ひー、ゼータガンダム無双と化してる。切り払い。ひー、敵が柔らかすぎる。自分も出撃します。ガンダム1号機で出ます。邪魔しないでくれ。ガンダム1号機でやるんだ。アホか。ジオン苦戦してないよ。もう壊滅してるよ。貴様どういうつもりだ。ゲルグマリーナが出る。よりどりみどり。あれ？よりどりみどりのセリフを言うのはこうじゃないよな。よりどりみどりのセリフを言うのはガーベラテドラに乗ってか。え？いや、ちょっと記憶が曖昧だ。ゲルグマリーナが敵艦隊をバババババってやる時だった気がする。ガーベラテドラじゃなかったっけ。落ちな。このカラーリングもこうしてみると結構かっこいいな。まだだ。まだだね。割とまだ余裕がある。まあ宇宙ビーですわな。案外やれんじゃねえのって気もするけど、案外やれんじゃねえのっていう。戦艦自らが突っ込んでいく。いや間違うと死んじゃうんだよな。間違うと死んじゃうんだよな。どうすっかな。でもまあ多分クリティカルが出なければ死なんと思う。逃がすぞ。逃がすぞ。いや便利だわこの戦艦。おお、いい感じの調整を。いい感じの調整を。おとなしくしてな。すぐ楽にしてやるからね。そんな武器あったかな。弾幕薄いぞ。敵軍と一つ打ち返せ。うっ、やっちまった。熱血かけたら一発でいけたな。あー、やり直したい。やっちまった。ちゃんと読んどくべきだったな。攻略する攻略サイトちゃんと見て読んどくべきだった。失敗した。いや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 、独房に解けって裏切りを。ビームラム。あらあら、ルーとカミーユが接触している。私はルールか。あら、ルーじゃない。あら、知り合いなんだ。知り合いなのか、ファ。へぇ。私たち。ダブルゼータ。へえ。うんうんうん。ジオンが演説。
ほう。録画しておけよ。デラーズが。我々の戦争目的は正義だからだ。一握りのエリートが宇宙にまで膨れ上がったか。宇宙にまで膨れ上がった地球連邦を支配して184年。宇宙に住む我々が自由を要求して何度連邦に踏みにじられたか。そして今またスペースノイドの心からの気球である自治権要求に対し、連邦がその強大な軍事力を行使、小さなその身を摘み取ろうとしている意図を証明するにたる事実を私は存じている。見よ、我らが手に入れたこのガンダム試作2号機は核攻撃を目的として開発されたものである。ていうか核攻撃を目的っていうか持ってるんだよな、核をすでにな。搭載された状態で盗まれてたからな。呪わしき連邦の悪意を否定できる者がおろうか。我々は7年間待った。もはや我らネオジオンにためらいの吐息を漏らす者はデラーズフリード。ネオジオンでしたっけ。今真の和光殿の熱き血潮を我が血として、ここに私は改めて地球連邦政府に対し戦線を布告するものである。ほう。張り初めの平和のささやきに惑わされることなく、繰り返し心に聞こえてくる祖国の名誉のために、ジークジオン。ジークジオン、ただのテロリストと後に言われている。まあただのテロリストと言うけれどもって感じするな。例えば明治維新とかももうテロリストが起こしているもんだからね。そういうの考えたら、まあこういうところからもしもね、このデラーズフリードが地球連邦を倒せばそれが正義となって教科書に載るわけだ。しかし結果として倒れている。英雄デラーズ、デラーズフリード、デラーズフリードは艦隊の名前です。軍の名前なのか、エギーユ・デラーズがその人の名前なのか。しかしラッキーは失敗したな。大きなミスを犯したぞ。今はシーマを倒せないかどころか他のやつらも倒せなかったからな。クロノクルも倒せなかったしな。新型モビルスーツを受け取りにラビアンローズに行くということはダブルゼータが仲間になるということかな。かな。カミーは今何機倒した？ 46 機。いやー、お金が少ないでございますな。お金が少ねえ。もちろん俺はルーを使っていくよ。ルーを、もちろん俺はルーを使っていく。パイロット乗り換え。ルーにはコアファイターダブルゼータではなく、いやまあまあこのままか、しばらくは。多分なんかコアファイターで出ると思うから。いや、こんなとこだ。なんかしょぼい回になっちまったな。しょぼい回になっちゃった。最後がなんかあそこ倒しきりたかったもんね。しゃない。まあこんな時もあります。ほなまた。